アラペコアザラシと申します。信長の野望申請 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択題名は最上。第38回を始めさせていただきます。前回は織田信長と激突、合戦に勝利し、本拠地岐阜城に攻め入っているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。下月祭33下げましょう。次はどのように。で、あとは片倉小十郎も30時代なので下げましょう。いいよいいよ、一つよろしいか。いいよ、受け入れていきましょう。あと20日なんとか落ちるかな。兵力が減ってますからね。で、強行がものすごいダメージ与えてますからね。で、綱重たちが来ていると、大垣城攻めは濃尾の兵に任せてもいいかもしれないですね。後方から来てる部隊も少し時間かかってますね。まあこのままいけるか。よし、岐阜城は落ちそうですね。はい、岐阜城陥落。いや、なんとか兵糧持ちましたね。投与していきましょう。お、25に失敗と。いや、大丈夫でしょう。後で仲間になってくれるはず。では全開放です。よし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 。今かなり優秀な人の顔が見えたぞ。加藤清正とかいたんじゃないか。騎乗しましょう。で、岐阜城には誰を持ってくるかですね。とりあえず加藤田さんに、いや、東禅寺さんにお任せして、とりあえず騎乗でしょ。で、天風で片倉小十郎、岐阜城に移転をさせていきましょう。で、城下施設岐阜城攻撃で、矢倉壊しの米問屋はで、あと清洲城、これも矢倉壊し、二段詰め城もいらない攻撃と。米問屋立ってますもんね。そしたらここはお任せでいいかな。名古屋城も矢倉と二段詰め城いらない攻撃で、米問屋が欲しいので一つ立てていきましょう。必ずや全うします。で、犬山城も委任でいいんですが、矢倉を壊して米問屋いきなり建てられるんですね。そしたら加藤清正いなかったか。確かいたぞ。能力武勇で見てみましょう。あ、いないか、僕の見間違いか。そしたら政務で相当かけて松田さんにお任せしよう。成し遂げてみせますぞ。で、あと二段詰め帳を考え水路に変えれば犬山も完成ですね。で、表情集もうこれ十分だよ。寝返り士官稲葉一徹いいですね。65か。でもまだ活躍できるでしょう。お、柿崎さんいいですね。我が主が力を尽くす。で、あとは足利家という養殖、養殖じゃない、役職欲しいですね。さて、それではこちらですね。最上義明たちはもう兵糧がないので一旦撤退させましょう。で、あとは長島城、大垣城を一気に落とし、できれば小谷城まで一気に行きたいですね。なので、後方から来てる軍、今の大垣長島を抑えるために、名古屋城から出撃、宇治政で長島城で、清洲城4000、綱重も長島城で、
を犯さない。196日あれば大丈夫でしょう。大垣に向かいましょう。で、金山城加藤団蔵も向かいましょう。で、岩村城馬場信春、大垣城に向かいましょう。ついてまいれ。とりあえず近場の軍も動かしていきましょう。山岡さんも長島城、木曽福島渡さんも大垣城、これでいいでしょう。では進めていきましょう。あー、大規模徴兵か、ほんと厄介だな。いよいよどんどん大垣城に行きましょう。大垣城は甲状腺不可の状態ですね。兵力支援、上策がありますぞ。あー、労力がないからダメですね。岐阜城労力、兵力回復させたいですけどね。城攻めを始めるぞ。ではこちらで強行していきましょう。で、大垣城は甲状腺不可、よし、いよいよ強固で一気に行きましょう。これを見る限りだと21000、鬼庭さん、鬼庭さんはぐるっと回って小谷城に向かいましょう。城を落として見せる。9000になったので大垣城は大丈夫でしょう。問題は長島城だな。渡さんを長島城に派兵しましょう。あー、でも山岡さん行ってるか。まあいっか、鬼庭さんが大垣の方に向かってますからね。これでいいでしょう。はい、清洲城で連兵城を立ちました。で、そしたら兵力支援のコマンドはまだ残っていると。岐阜城5000増やしましょう。で、牧場建設もやっていきましょう。ああ、志村さんはちょっと使いたい。稲葉一徹も使いたいな。使いたい人が多いですね。夢さんにお任せしましょう。承知いたした。で、あと登用できるのでやっていきましょう。で、あと1万あるので、ちょっと本拠地美濃輪から動かしたいところですね。小諸までしか動かないか。でも小諸まで行くと岐阜城までは入るということで、ちょっと小諸に移しましょうかね。本拠地金銭収支は少し上がりますね。小諸に動かしましょう。そしたら箕輪城は誰に、大道寺正成に任せるっていうのも手ですね。かなり優秀ですからね。正成にお任せしましょう。いや、それもいいんだが、後方で出陣が難しい都市にいる優秀な方、もうだいぶ前に出したからな。里見さんとかもこんなところを置いとくのもったいない。与板城の相馬さんもったいないですね。小笠原長時と相馬さんを変えるか。強烈至極に存ずる。で、猪苗代さんと後藤さん変えよう。またじけない。あと他には大丈夫そうかな。うん、大丈夫そうですね。そしたら箕輪はやっぱり大道寺正成にお任せしましょう。大道寺正成さん、強烈至極に存ずる。で、補正がかかる方はいないと。そしたら足軽大将で出世させたい方、配属しましょう。感謝いたすぞ。ちょっと待ってよ。西名盛信は勝頼の方にちょっと置きたいな。補正かかるでしょ。かかりますよね。かたじけない。
補正かかる方は当然補正をね優先に。一条さんはいますね。購買ありがたき幸せにございます。とりあえずこれでいいかな。で箕輪城はこの後戦いに向かわせるので出世させたい方ですね。ありがたき幸せ残していきましょう。大関さんは内政課で使えばいいですね。とりあえずこんなところかな。で、つつじヶ崎も出世させたい人を置きましょう。恩に来ます。ありがたき幸せ。しまった、大関さんは内政官として使うから配属させる必要はないですね。感謝いたす。お任せくだされ。とりあえずこんなところかな。つつじヶ崎16000、これ出していった方がいいですね。でこの2つの城が落ちてからじゃないと動かせないんですが、亀山城とかね、六角にも攻め込みたいですからね。関東の軍を動かしていきたいですね。あ、これ切れたな。あ、やっぱり連兵城とか建ててるの切れましたね。米問屋確か名古屋城建てたのにな。本拠地移転するとそうか、切れるのか。しくじったな。まあいいでしょう、仕方がない。でもそしたら金銭回復してほしいんだけどな。いやー、で長島城が落ちましたと。亀山城向かわせましょう。上地城願います。あの城をいただきに行こうか。でこちら、この3部隊に関してはちょっと8000もある。なぜお指図を頂戴したく。あ、あるか。すいません、あー花粉症で申し訳ない。宇治政が1300とちょっと低いので宇治政だけ引かせましょう。いかがしましょう。これでいいんじゃないか。で一月経ってお金が入ってきたので名古屋城米問屋を建てていきましょう。特製で築城名手ある方はいないですね。北条玄庵さんやってもらいましょう。で寝返り士官、お池田輝政いいですね。あー塚原僕でもいいですね。すごい優秀ですね。千の総益いいですね。ただ千の総益すぐ裏切るんですよね。大官で任じていきましょう。志村さん、ありがたき幸せ。稲葉一徹、お前の喜びにござる。夢さん、太陽中華八ヶ島さん、お任せ。武田信豊、感謝いたす。美しいので望月千代部さん、ありがたき幸せです。こんなところかな。で金銭もないので軍開発の方にねちょっと注力していきましょう。農村開発していきましょう。とりあえずこれでいいかな。ゼロ、農村が建てられないなんてあるんだ。入り合い地建っておきましょう。そしたらとりあえずこれでいいでしょう。であと1、まあとりあえずいいか。で小諸城1875出していきましょう。いやもう少し待とうかな。一つ軍が全部開発したらいきましょうかね。で伊達おなみ、何をする。伊達おなみも出していきましょう。城を奪うぞ。与板城、ご命令を。あ、小笠原さんまだ行ってないですね。そしたら鬼には下げつさい。どのようにどんどんね進行していきましょう。飯山城氏家さん、ご命令を。出していきましょう。でつつじヶ崎から武田勝頼、
大垣城まで向かわせましょう。で天童さんも出していきましょう。大垣城、あとは長門さんはまだいいかな。義姫も出しましょうかね。とりあえず大垣城に向かわせましょう。義重は兵力回復してからにしましょう。大道寺正成は配属されたかな。よし、そしたら正成も大垣城に向かわせましょう。で国見城の片倉北さん大垣城に向かわせましょう。とりあえずこんなところでいいでしょう。小諸城小さいな。岡佐内が984、ちょっとまずいな。城を落としてみせる。お、大野さん投与していきましょう。秘伝にお使いいたせる。で人事賞罰、裏切りそうな千の総益なんかはね茶器を持ってきてくれるので、何をあげようかな。ご当家をあげる。うん、あげちゃいましょう。ありがたいの。で他にあげた方がいい武将は松田さんなんか政務高いからね、あんまり裏切られたくないんですよね。松田さんは官職あげようかな。内政官に官職はちょっと似合いますよね。うん、これでいいでしょう。で朝廷外交ってやってる、止めてるか。まあ維新が我ら結構もうありますからね。1190あるから、とりあえずこれでいいでしょう。では進めていきましょう。おかさない546、下がりましょう。命を願います。いよいよ、あそうだ、長島城に後方から優秀な方を送り込みましょう。誰を送り込むかな。あ、有機城の、これは送り込んだ方がいいですね。大浦為信さん、ありがたき幸せ。で有機城には、あー内藤正豊が、ちょっと前線に配属したいな。片倉小十郎のところダメだ、ここにしよう。内藤正豊さん、内藤さんを後ろで腐らせるわけにいかない。感謝いたす。そしたら有機城、まあ出陣できなくはない都市ですけどね。笠原さんも優秀だけどな、後ろにあんまり置きたくない人だよな。まあとりあえず笠原さんにしとくか。感謝いたす。で内政浄化施設で後方の城が剥がれちゃってるよね。箕輪は進軍指示、有機城も進軍指示、小諸と長島はいいですね。そしたらこちら長島城灌漑水路を建てていきましょう。やりきってみせます。いやこれでお金がなくなっちゃいましたね。福原さん仲間になってもらいましょう。使えてみるも良い。いや、教練の申し出はとりあえず無視ですね。名の者、戦の支度だ。加藤団蔵が敗れ去ってしまったと。馬場信春1300いけるでしょう。敵ながら見事。これで織田家も終わりですね。足利家信用100、役職もらいたいな。一心が全然増加しないけど、陸前、阿波の神、相模の神、海守護、伊豆守護、いやー伊豆守護もらっとこうかな。信濃守護かな、交通の要衝ですからね。心得た、構わない。
おお、信濃の守護に任じられたことで信濃内の国衆が当家に完全に従属しました。へえ、そんな効果があるんですね。これはいい。いかがだったでしょうか。織田家を順調に追い詰めていく最上義昭。そしてね、初めてだと思うんだよな、僕は。まあ散々動画、信長の野望申請取ってきましたけれども、初めて、まあ、幕府から役職を、まあ、もともとね、持っていたっていうのは除いて、もらった外交で手に入れたっていうのは初めてだったような気がするんですが、まあね、あんな風にね、国衆のね、まあ、従属度がね、上がるっていう効果がね、あるっていうのはね、ちょっとね、まあ、リサーチ不足っていうのもあるんですが、初めて知りました。まあ、うん、なかなかいい効果だと思います。これによってね、まあ、国衆たちを吸収するっていうことができると思うので、そうすればね、城の発展にもつながりますので、まあなかなかいい効果だと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。